大丈夫? 大丈夫? ん? どうかしましたか? ネットで! おほ! そろそろ着くみたいですよ。 しましたか? カメラマンさん? ダメですね。やっぱりどうしてもドキドキしてしまいます。こういう時は一体どうしたらいいんでしょうか? え? そう言われると少し落ち着いてきたような。でも少しだけ恥ずかしいですね。 緊張をほぐしてもらってたんです。なんだかこうしてると緊張が少しほぐれるんですよ。新しい発見です。 カメラマンさん、こちらの方は。
よろしくお願いします。わあ、クジラさん。違いますよね。海も夕日で真っ赤です。波が白い。日差しがないと涼しいです。よし。前を向くんですか？はい、すっごく元気が出てきました。海水ってつい舐めちゃいますよね。ここになると楽ですね。グリーンフラッシュ見れるかな。ですか？うわ、恋愛旅行。ドキドキしちゃいます。うわー、かっこいいかも。でもその方どうして水着なのでしょう？なるほど、パンクですか。
夜風が気持ちいいです。カメラマンさん、今日はありがとうございました。まだお酒は飲めなくてちょっぴり残念でしたけど、すっごく楽しかったです。ですか？またこんな風に皆さんにお祝いできるように頑張らないと。ですか？そうですね、いつも失敗しちゃったりしていろいろと大変だったりしましたけど、とっても楽しかったです。私ですか？私は、カメラマンさんにお任せしたいです。カメラマンさんのこと信じてますから。カメラマンさん、いえいえ、こちらこそ。だからどうかされたんですか？はい、はい、ありがとうございます。
人という字を書いて飲む。お客さんはさすがにいないですよね。ようこそ、いらっしゃいました。
ちのおやつを逃しちゃいましたね。仰せの通りに。こちらでよろしいですか？だいぶ慣れてきました。むむお疲れ様です。続けますよ。カメラマンさん、3時のおやつを逃しちゃいましたね。私は今にゃんこ。お疲れ様でした。人という字を書いて飲む。なんだかくすぐったい。お付けしますよ。お客さんはさすがにいないですよね。行きますね。アルバイトしてる気分です。綺麗な喫茶店。私のコントロールお願いします。マカロン。このソファー私がすっぽりです。カメラマンさん、見ていてください。他にご注文はございますか？かしこまりました。やっぱり照れますよ。本日は貸し切りです。となっております。よし、もう一つ頑張れるかも。四つん這いになって、にゃんこの気持ち、にゃー、こうだにゃ。やりますよー。